足場の解体作業、はい、リアルタスクでやってもらう作業、リアル実験させて壊れんかなって持って、ああ持った感じ、こっち濡れとんのにこっち濡れてない、あマグが濡れてるのに、マジマジマジタラさん、お前地球に濡れるなはかどるでしょうか、先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ、もうすごい、こんな真冬でうちら寒いって言ってる人が汗かいてますからね、だって動いて、今動いてたのすごかった、髪の毛とか濡れてちょっとやっぱりイケメンだよねこれ、やっぱハードだよなお前、タオルでカップしてすごい、うわそれなんか違う、タケさんが嫌そうだわ、タケさん側が嫌だわ、でなんか自分のイケメンの顔うちゃう、気持ち悪い、イケメンの顔なんかあれにいそう、ホモのあれのバーとかにイケメンの顔がずっといそう、久しぶりの足場の解体作業、はい、今日はみんな安全に対してそれ言わない方がいいじゃん、普段してないみたいな感じで、そこそこちょっと匂わせるみたいが、なんかわざとらしいなと思ったけど、そうそうこの前もわざとらしいのかな、この噂だからアンチ来るんだって普段してない、ね、毎日毎日みんなねしっかりと安全に対して解体作業を取りますか。そういうことですか。何その喋り方。確かに。こんだけ汗かいてたら後から寒くない。コーラだもん。あのタケさん、ね、タケさんいつでもコーラだからね。あコーラだもん。聞くけど。順調です。コーラでやめと。もうすごい早いな。80人ぐらい。奥さんも一緒に子供も出てライブ配信。解体見せて。ちょっといいと思う、先生して。久しぶり。だってすごいさっきなんか走ってるかのように、あ、じゃあちょっとリライブさせてやってもらう作業変わるんかな、ちょっとリライブ実験させてよ、リライブ実験変わるんかな、ちょっと見て、ちょっと安静で安静、時間あるやばい、いやこうやってやって、倒れ倒れ、倒すなよ、絶対絶対踏ん張ってくださいよ、社長に負けないように、いいよ、はい、マジこいつ強い、だからバカにしすぎなんだって、後ろ向いて、後ろ向いて、耐えただけでコーラ10本で、これもう一回俺後ろで引っ張ってやるよし、まあこれもうアウトだろ、どういう実験これ、いや俺でちょっと一回開いてや、これ M、 岡部さんが来てる、何をするの、白布、まあこれ動画ね、視聴者もまた同じことかと思うんだけど、俺もちょっとガチで研究しとるから、ちょっと材料のあれを、ちょっと視聴者のみんなごめんね、全然ごめんねじゃないよ、これ視聴者のみんなごめんね、全然ごめんねじゃないし、足も何回もこの、ね、動画でもまた同じことかよなと思うんだけど、これ効果がない可能性あるから、本当に視聴者も興味があるんだったらちょっとちゃんと見たいじゃん、ちょっとやってみようか、一人進んでて一人置いてかれてるからね、こっち材料さ3枚で持ち上げる、レアな社長解体持ち上げる、うん、なんか言ってます、なんか自分やっぱ取ってほしいから、もういいよ、分かんなくていいから、あーもういい、もういいさあ、3枚でいい、いやいや今何やらすか、4枚いける、4枚でいいよ、6枚できる、もうせっかく片付けたんだからやめよう出すね、アインさん鬼だから意外と、はい、もう持ったからね、ちょっと楽すぎるな、3枚これ3枚、はい、覚えといてね、はい、今この感覚をして、感覚を4、これ持った感じ、おお、だよ、重たそう、いい感じ、なんかリュウジさんよりこっちの方がなんかきつそうじゃあリュウライブシャツ着てもらって、実習生たちの開催、塗装班、あれ、あの塗装班です、塗装班、おとついぐらいもお会いしましたよね、現場でな、はい、こんにちは、またお会いしましたね、私今5年です、5年だよ、もうね日本語が超上手だもん、だってえあの2件2級1級3級ですね、あ3級か、実習生だから特定技能士の聞いてるんだけど、5年実習生、さらにまた10年ぐらいあるよな、特に、はい、なあ、その10年が終わったらどうなるんですか、もうそうすると国籍取れる、あのビザ取れる、ビザ10年以上日本に住んだらビザとか取れる、日本でのビザが取れる、実質的にもう半永久的に
これによって日本はもうそういう方向に進んでるわけよ。だからこれ YouTube で本当実習生入れてないと、いやまだうちはって早くやらない、何でもそう、 YouTube でもそうじゃん、早くやったやつが勝ちじゃん、ファーストペンギンって言うじゃん。でもみんなやりだしてからインスタとかももう伸びないじゃん。だから実習生とかもどんどんいい子がもういなくなってっとるから、確かにそうやんないと。これからもう日本はもう10年後20年後本当実習生結構メインになるよな、はい、言われとるよな、それってな。一人で現場も行けるようになったら最強ですね。一人で現場行けるって、一人で現場行ける最強じゃん。で日本語バリバリになったら別にお客さんとも接客できるわけでしょ。一人親方として俺が来るより、あ、はい、じゃあ土星です。もう一回行ってみ、お前こんにちは土星です。どっちがいい、こっち絶対ターさん。お前もちょっともう一回ちょっと恥ずかしい、行くぞ。こんにちは、土星です。待って待って、顔が嫌だなって、もうすでにピンポン押す時の顔がもう顔芸なんですよ。こんにちは、今日も講師入ります、土星です。そのなんかもう縮こまった感じもわからんし。こんにちは、土星屋さんです。かわいいな、かわいいな、かわいいよ。どっちがいい、え、母さん。じゃあ顔芸入ってるからね、ふざけが入っちゃってるから。はい、来ました。ちょっと、まだ、はい、ぜひ実習生特定技能、はい、こんな面白い子もいます。特定技能で実習生やって他の会社でやってこれにやって、その会社に戻りたくないけどどっかいいところで日本にまた働きたいと言ってやってますんで。そう、違う会社になってでもやりたいみたいな。特定技能、もう無視しよう。あ、入ってる、ね、入ってますね。ナスビは大丈夫ない、はかどるね。うちははかどる未来部加工とカバロン加工、カバロン加工も汗を即吸収したら目立つ、即吸収するのに発汗できる、うーん、それがなんかすごい特殊、嫌なベタつきがないんだ、ない。カバロスはあらゆる素材や製品にあらゆる機能性を後付けできるっていうのが特徴なんですね、はいはい、ここに例えばこぼしちゃうんですね。うわ、で結構ガーッいっちゃうじゃないですか。はい、こいつなんかえらい濃くなってきた。はい、もうですね、こすることなく、はい、ほんまや、振れば表側はもうこんくらいの撥水をビューッと、はい、裏側は吸うんですよ。ちなみにそのうちのなんか機能っていうのはどういうのとか、まあ、乾きやすいので、はい、まあ、あの当て火でしにくいとか、抗菌性とか吸水拡散性で、はい、で、まあサラサラ快適に過ごせる、うーん、で汗かいても一応、あ、そういうことですね、はい、清潔感を保つ。でこっちやさっきと同じ、これはもうカバの準備、さっき実験同じじゃん、まあ、やってもいいんだよ、いいぞ、はい、あ、さっきより余裕そう、あ余裕そう、さっきより全然違う、どう全然します。いや、これはもうカバロン、あ、リライブ済みだよ。でもね、本当に顔が違う、まずもう違うだろ、顔とあの動き方が違う、全然いくぞ、全然違うもん、なんか違う、こっちはあんまり分からなかったわけよ、あの顔がね、違う、全然違う、でもだからなんか柔らかさで逃がしとんか、あ、たけさんが全然そっても戻れる、柔軟性、あ、柔軟性みたいな、どう、そんな大差は感じないです、ね、3枚やね、ちょっと重たかったらよかったな。どうですか、変わんない変わんない変わんない説、動画ボツ説。もうちょっと一回ちょっと下ろしてみて、ちょっと脱いでやってみようか、そうですね、あ、違うかも、あ、もう思った瞬間から言ってた、どう、あ、違うかも、もう一回切る、じゃあもう一回切ろう、もう一回切ろう。ちょっと持ち上げる瞬間だけやって、持ち上げなきゃ、そこ違うって感じなんだな、ここない、ここで違うっす、あ、それで、あ、いいよ、もういい、ありがとう、腰取ってる、大丈夫だ、あ、違う、もう余裕そう、こっちの方が違いそう、見た目も、うん、余裕そうに持つ、ふっきゅって軽く違う、え、さっきのが分かるってどういうこと。でも持ち上げる瞬間は引けるほうがいいかも、下から乗っけるときはもう勢いだもんね、分かんない、もうどちらにしても勢いなんだ。でもなんか思うのがさ、そうやって今はさ、こうやって一瞬だからさ、うん、持っとってもさ、腰へのあんま勢いがっていうけどさ、うん、じゃあ毎日のこと考えたらさ、楽になるかもしれんね、腰が、そうだったね、だからそういう人の声聞きたい、声聞きたい、うん、まあ、なんか宣伝ばっかみたいな人のあれだけど、うん、俺も実際これ作って、まあ、半信半疑じゃん、半信半疑じゃん、めちゃくちゃね、すげえって自分でも体験したけど、うん、ワークして
うん、これ絶対職人にいいわと思ったけど、本当に着てみないとこれでね、俺が何百万枚も売って効果がないってなっちゃったら嫌じゃん。6000枚売った人の方が申し訳ないけど、それがインチキの上になりたってビジネスは出したくないじゃん。まあ確かに、いつかはね、なんか違ってくるし。これさ、まあ今日買いたいでしょ、うん、これそうじゃん、綺麗なもん、ちょっと綺麗なのね、本当に綺麗だと思う。でこれさ違って、最初にさ取っときたかったね、解体、解体じゃなくて、うん、ね、取るあれの時ビフォーアフターね。じゃあちょっと解体シーン見せしまおうか。そうですね、未来別にこれ来たまま、これ来たままでいいよ。久しぶりに未来別にのはかどる、あ、商品はかどるはかどるでしょうか、はかどるでしょうか。すごい、アインさんももうすごいベテランだもん。これちょっとそうしたよね、タワさんはね。タワさんな、すごい頭がすごいんだろうね。そう、頭もめちゃくちゃいい。頭いいけど、女は好きすぎるわ。だろな、ははは、無駄だよ、うん、力もそんなに入れてない感じです、うん、すごい効率の良さを考えてるもんね。すごいね、考えてる、考えてるって言うと、それがもうそれが普通なんだろうね、竹さんの中で。みんな自分のこと褒められると思うんだって分かってるからね。ちょっとかっこつけたもんかっこつけた、それがもったいないですわ。これさ、なんかさ、頭が悪い人がやってるとか言われるけどさ、頭上がってくる、多分ね、家多分崩れてってるこの足場が。頭が悪いんだけど、だいたい育ちが悪いです。育ちは確かに悪いです。育ちは悪いって言われたけど、だから普通じゃないけどな。はい、はい、どうですか、効果。なんか涼しそうだね。さっきめちゃくちゃ汗かいてたけど、汗かいてないね。やっぱリライブ効果じゃない、これ。体は、体、じゃちょっとなんて言ったらいいんだ、俺、みたいな。天気だね。でもどうですか、こうやってて効果はあるんですか。いや、めちゃめちゃ汗は出てるよ。汗は出てるけど、多分効果染みてこわ、染みてあ、じゃあその汗の効果はすごいやっぱあるの。ある、多分すっごいベタつき、吸ってくれてる。でもなんか嫌なベタつきはないんですか、その汗の。超吸収みたいな、そういう本当に機能、あのカバロスっていうやつだよね。それもそのどんな生地にもその、なんかそのあれを塗ったらできる。しかも今、あの汗出てるんですけど、うん、まとわりつかないんですよ。あの鬱陶しいベタベタがないみたいな。そうそうそう、夏の時に分かる。マジでお前ちょっと YouTube 向けで言ってね。本当やばいっすよ。でもその何ていう、普通のインナーだと、うん、汗出てきて、なんていうんですか、うん、服の上から汗もう、あ、マジでベタベタするみたいな。あ、やっぱ触ってても、あと塗るだけでなんか透けないとか、白いやつなのにそれを塗ると透明のものを塗るんだけど、要は濡れたら透けるじゃん。だけどそれを塗ることで濡れても透けないみたいな。それでも寒いとかはない、まあ、汗とか出ると寒いとかなるじゃん、うん、まあでも乾くのに寒くないか、寒くない、ね、そう、濡れたのがずっと残ってないから寒くないかも、ね、ほんとだ。あ、でもこれ辺とか濡れとるな。あ、ほんとだ、こっち濡れとるのにこっち濡れてない。そうです、マグが濡れてるのに。マジちょっと触ることはごめんなさい、できないです。でいいや、ちょっとできないです。じゃあほんとこっち濡れとるもん、上に濡れてますよ。まあまあ濡れとる、なのに本当にこっち中は濡れてないんだ。おなぎが言ったら怪しまれ、ちょっとだけトンって。本当に待って、これ気がいるんだって。人の汗って、うん、潔癖。じゃあ竹さんのとかじゃない。アイさん、よし、来て。じゃあこれ会社の作ったやつなんだけど、これ触って、サラサラだ。杖で触ってみてくださいね。サラサラだ、濡れてないだろ、あんまり。うん、でもこっち触って、こっち濡れてない、めっちゃ、こっち側は。すごい強引なにさ。じゃあここだろ、濡れてるだろ。こっちは濡れてるよ。で、こっちが、まぁ、あ、ちょっとそっちの方触っちゃったよ、冷たい、っ触って。あったかい、逆に。で、こっちはサラサラだろ。濡れてないだろう、なんか。なのにこっち濡れてんだろう。言葉が分かってない、まぁ、あったかいとか冷たいけど。ね、ターンさん、ターンさんの方が。ターンさんの方が良かったわ、もう。はい、まぁ、あ、でも、もういいんじゃない。はい。じゃ一回でももうマジで試してほしい。まぁ、あ、ちょっと早いで。でも今回はその体にってより汗でこれで実感できたの。先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよー。なんか
インスタかツイッターで、そうですね、ハッシュタグつけたら気候班プレゼントとか DM とかもしてくれたら全然返事を返すんで、まあ、それちょっとまた説明動画も流れると思いますので、ぜひそちらも見てください、はい、お願いします。ちょっと最近宣伝ばっかで申し訳ないですが、はい、お願いします。ちょっとね、まあ、いいもの作って、はい、また次回、まあ、これまず売ることが先だけどね、はい、まあ、しっかり売って、はい、もっとアップデートして、はい、作っていきたいんですけどもね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。まあ久々の足を変えたらよかったな。まあ久々に見えた、はい、久々じゃない、楽しいですね。